ルゼルンシリングは1513年の装飾写本。ルゼルンの D ボルトシリング2遂によって書かれたスイス連邦の歴史の年代記を含む443ページにわたる色彩豊かなフルページのミニアチュールと237ページの記述を含む印象的な写本でスイス連邦の全歴史を網羅している。特に過去40年の事柄により多くのページを咲いている。 シリングは、父親とおじのディーボルト・シリング一世を通じて、年代記的な装飾写本の挿絵に触れるようになった。これは、ブルゴーニュ広告の影響下にあったアルザスで発展した、もので、フローサール・オブ、ルイス・オブ・グルートゥズなどが代表的である。イラストと付随する物語はどちらも、非常に生き生きとした写実的な描写で、そこには二人の画家が携わっていたと見られる。は、 シリング自身と見られ、伝統的なゴシック様式の写本装飾を守っている。もう一人は革新的な画家と推測され、よりはっきりとしたスイスの画風を発展させ、これは16世紀中ようにニクラウス・マヌエルやハンス・ホルバインの作品の中で絶頂を迎えたと思われる。作品は現在イスラエルに残っていると近年では言われている。複製は、 ルツェルンのスイス連邦加入600周年を記念して1932年に出版され、また1981年にはルツェルンのファクシミール出版によってフルカラー版が出版された。ミラノ人に買収された裏切り者のヨルクスーパーサクソはルツェルンの魚市場で逮捕された。当時ユダヤ人は強制のバッジと帽子で識別された。ありがとうございます。